皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。先般、親族挨拶のことで、言いましたけども、使っていけない言葉言うんじゃないんですけど、その中で昔よく耳にした言葉があってですね、これからも草葉の陰からとかですね、まあこれ弔辞とかも多かったんですけども、親族挨拶で草葉の陰から父が見送ってくれること、母が見送ってくれることという分で草葉の陰言葉があったんです。で、私若い頃はですね、そういう挨拶でそういう言葉使われてもですね、あまり深く考えることはなかったんです。で、ある時にですね、ある宗派のお寺さんが親族挨拶で草葉の陰から見守ってくれとかいうのがあるんだけども、草葉の陰っての昆虫じゃないんじゃけんの人間はって言われたことがあったんです。で、それから草葉の陰のがだんだん気がついたらですね、あんまり聞かれることがなくなりました。これは何でかと思ったらですね、葬儀屋さんが渡す定型文の中から草葉の陰のがですね、やっぱり消えていったのが大きいんですね。ちなみに草葉の陰とはどういうことかいうことで、ちょっと広辞苑見てみると、墓を指しとる意味が多いんですね、墓地を。ということはですね、やっぱり葬儀、もしこれが広辞苑というか、ちょっと調べてみたら草葉の陰のは墓というのが出たんです。ということはですね、やっぱり考えてみると、亡くなって通夜とか葬儀では草葉の陰というのはですね、まだご遺体もおられるし、ご遺骨にもなっておられないということでですね、墓から見送るというのは、ちょっと表現的にどうなんかなとやっぱり思いました。そのようにですね、葬式に使われている言葉の中で、例えば「天国から」というね、「天国から見守ってください」とかありますけども、仏式の場合でしたら天国という表現が、ちょっとないんですね。で、浄土真宗なんかでしたら、まあ浄土、実は浄土というのはですね、浄土宗とか浄土真宗の生阿弥陀仏から、来ておるから、その宗派で使うんかないうふうにずっと思っておったんです。しかしですね、浄土というのは清らかな、まあ、土とね、お浄土というお浄土を言うとですね、ほとんどの人が浄土つから浄土真宗じゃ浄土宗で思うてんですけど、やっぱり他の宗派のお寺さんに聞くと、浄土というのはそういう意味じゃなくて、やっぱり仏教の時の、まあ亡くなった時なんかによく使われる言葉の一つ、浄土へね、変えられていく、変えられていく。よくお寺さんの方はなんか聞かれると、この世はあくまでも人間として生まれさせていただいてるけども、亡くなったら浄土へ帰っていくという表現があると思います。これから皆さんがですね、お通夜とか、そう、まあお通夜の時大体多いんですけど、お寺さんへもし普段のね月例の法座なんかありましたら、よく聞い取っていただいたら、この浄土という言葉が出てくると思います。浄土というのは何だろうか。やっぱりそういうお弔問言うてですね、お寺のお嬢さんお坊さんのですねお話を聞いてみると、いろいろまた面白い話があるんじゃなかろうかと思っております。今日はですね、親族の挨拶の草葉の陰からちょっと最近使われる言葉、天国というのも仏式では使えませんよという言葉をちょっとさせていただきました。このようにですね、いろいろ、まあお通夜、お葬式に関して、まあいろいろなこういう仏事に関してですね、何かご質問がありましたら、私らも、分かる範囲のお答えをさせていただきますが、分からんことがあればですね、いろいろそういう専門のお寺さんとか神社の宮司さんとかお聞きしてですね、正しい回答をこれからも心がけていくように頑張ってまいります。秋総裁、生きたチャンネル、どうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。